はい、皆さんこんにちは。今日はですね、シーインで買ったこの、まあ、モデルガンっていうんですかね、モデルガン2000円だったんですけども、このモデルガンですね、をレビューしてみたいと思います。まあね、ちょっと一言で言うとね、すごいめちゃくちゃ楽しいです。いいです。まあまず安いですよ、2000円なんですけど。で、このようにナーフみたいなダーツ、スポンジダーツ。まあ、ナーフでかなり短いですよね。半分ぐらいですかね。ダーツと薬莢がついています。8個ぐらいかな。8個ぐらいとダーツが、まあ、8個ぐらいですかね。で、まあ、このモデルガンね、シーインの2000円のモデルガンのいいところなんですけど、なんといっても、まあ、後でお見せしますけども、大して飛ばないんですよ。なんですけど、アクションがいい。まあ、配給アクションっていうんですかね。いわゆる。配給アクションが楽しめる、まあ、ライフル。なんですね。なので、そこが非常に楽しくって、どちらかというと、実際のナーフみたく、こう、撃って楽しむというよりも、アクションを楽しむ。まあ、モデルガンに近いと思います。本当にモデルガン。で、モデルガンでも、モデルガンで弾で出ませんけども、モデルガンにちゃんと弾が出るアクションがついて、しかもこの値段でっていうのが、一番この、シーンで買った、まあ、中国製のライフルですね。モデルガン。だと思います。では、早速見てみたいと思います。はい、セットはこんな感じですね。まずボディですね、本体。あ、このライフルの本体、こうやってトリガーを引くと1回ずつ撃つことができます。オートマチックではないですね。そしてマガジンですね、8つぐらい入るのかな。それとスコープ、スコープがですね、こんな感じでつけてネジで締めることができます。そして、この三脚というかベースですね。三脚みたいな足ですね。こう寝そべってこう狙うときのやつですかね。それと、このシリンダーですかね。シリンダーが、エクステンションシリンダーがついてます。セットするとこんな感じです。はい、こんな感じで打つと。そして、まあ、さっきも説明しましたが、まあ、特徴としましては、こんな感じでプラスチックの薬莢。これプラスチックです。それと、ナーフダーツっぽいスポンジダーツがついてます。スポンジナーフダーツ。これをセットして、そして、これをマガジンに入れて、それを本体のライフルにこうセットすると。そして、トリガーを引いて、と、はい、弾が出ます。そして、薬莢が廃墟するというアクションができます。なので、大して飛ばないんですけど、廃墟アクション、